私の務め果たしてみせる。騎士なんて動きの鈍いやつばっかり。敵じゃないね。よっ、おっ、はっ、せりゃ、よっ、ま、気楽に行こうや。はっ、よっ、せりゃ、せりゃ、はっ、せりゃ、よっ、せりゃ、はっ、せりゃ、よっ、せりゃ、よし、行くぞ。いきみすぎるな。無理をするな。周りをよく見て進め。よし、みんなよく頑張ったな。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよ、そんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。そんなもんかね。でも、強いて言えばグリフィスかな、やっぱり。ここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ？わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？
すべてのさ。ここならきっと見つかるぜ。お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒を、あんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も、戦場でのいくつかの勝利も、ほんの手始め。ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は、俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は、俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔をして言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。